17歳、名前と学年はどうぞ。なんかね、ジップ試合の時に長野純平です。4歳、はい、4年生です。あ、はい、今日の自分のプレーはどうでしたか。あれ、裏へのパスができたので結構良かったと思います。あ、じゃあ他にも今日チャレンジしたことありますか。1対1でチャレンジして抜こうとしました。あ、じゃあコーチからもらったアドバイスありますか。慌てないでボールタッチを大切にすることです。所属チームはどこですか。吉井山さんです。じゃあマルバでトレーニングしていることをチームでも活かせてますか。できてますか。じゃあぜひチームとかね、トレセンでもこれからもどんどん活かしてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。